みちょれ。この国は甘味で満ち溢れているね。どんな味がするんだろう。よっと。甘味が動いてる？これ本当に食べられるのかい？くそ。何？船の上に城が？これはうずうずが止まらないよ。私のキャラいかがかな？この場所は私のもの。あなたの強さ認めるわ。でも力の使い方を間違わないように。不思議な人だったね。からくりみたいな動きもしたし。なめるなよ。変わった飴だったな。ワノ国に持ち帰りたかったよ。必ず晴らすぜ。変な森だな。動いているみたいだけど入って大丈夫？こんなことで僕を閉じ込めたつもりか。調子で一人も逃がすんじゃないよ。列車の相手はどこだ。分身があんなに。僕も分身の術を使いたい。よし、ようやく進めるようになった。
手助け。これもまた満遊。客人たち、うせよ。徹底的正義を執行する。忠誠だぞ。そう、敵を成敗するのもまた蛮勇だね。人を絞るなんて不気味な能力だったな。お、あっちから冒険の匂いがする。動きを読まれるというのはこういうこと。徹底的正義を執行する。優勢だぞ。持ちで道を塞がれている。おでんに対する挑戦と見た。この国にはまだ見ぬ甘味が隠れている。血を生み出せるなんて、ワノ国に来たら大人気間違いなしだよ。うずうずしてきた。挑まずにはいられない。俺のビスケットを砕けるかな。光月おでんが打ち取った。炎上して危険な奴らを潰しておくかね。船が一つの国？それは気になるね。オンドレ、少し遊んでやるか。飛ばしてやる。調子に乗り正義を執行する。格の違いを見せてやる。おでんの技の数々、残さず食らわせてやったぞ。君のお菓子の鎧、ワノ国のものに劣らぬ頑丈さだった。ふっ
する。優勢かじゃ。くそ。この強さはおでんにも引けを取らない。あっちにもうずうずする何かがある。この国、美味しそうな甘味がいっぱいだ。うちの門に手出してくれたな。この地を自由に冒険し尽くしたい。先ほどの恨み、バラシに来た。徹底的正義を執行する。雨が消えた。いや、食べたかったとか思っていないよ。上等は好むものなり修羅の道。ここまで来たんだ。船にある国とやらもしっかり見ておきたいね。ジェルマダブルシックス総帥の力、存分に見せてやろう。ジェルマの力、徹底的正義を執行する。優勢かじゃ。クソ親父みたいに偉そうなやつだった。ここは俺の縄張り。分かってるよね。徹底的正義を執行する。優勢かじゃ。敗北者として死ね。英語何、牛ゴリラと手を組んだ悪党光月おでんが討ち取ったり。なんだか視線を感じるな。見張りがいるんじゃないか。こうなったらやるしかないね。次はお前じゃ。大丈夫か。見過ごすわけにはいかなかったからね。
押し通る。お前だろう。いや、お前だからこそ手を抜くことなどしない。来るなら来い。相手になってやる。敗北者として死ねえ。レイゴー、これから縄張りを奪おうだと。逃がさせん。大噴火。いやー、甘味だらけだったな。見てるだけでもお腹いっぱいだ。何度僕に挑もうと、君はおでんの前では持ち巾着だ。さあ、手戻ってきてやったよ。まんまんまんま。誰が相手であろうと、僕は戦う。大噴火。私に任せてくれ、ママ。邪魔な奴はキャンディーまでにしてやる。また自由を奪われた。こうなったら大暴れするしかない。大物が勢ぞろいだ。みんなまとめておでんの具にしてやる。この剣で戦況を変えてみよう。俺の方もう囚われの身にはならない。それがおでんだ。ここからは私も一緒だよ。助太刀ありがとう。愉快にして美味なる国を、ごちそうさまでした。心ゆくまで漫遊できた。もう僕は世間知らずじゃない。